抵抗勢力が有利だったとは言えないな。絶対にヤバい。そう。ああ、別のルートでホテルに忍び込んだ方がいいだろう。こいつらに捕まったら大変だ。まさかそのグレネードで何とかする気？ええ、そう。こっちから回ってびっくりさせてやる。あそこにも敵さんいますけど。だからあなたがいるんじゃない。こっちのは頼んだわ。でも静かにやってね。静かにやってねって、本気かお前。他に手がない。何なんだよそれ。その通り。
援軍よ。あくそ、戻れ。今のが最後だと思う。ここはホテルよ。さて、あとは上に登る道を見つけるだけ。ねえ、なんだ。こっちよ、こっちに来て。非常口があるわ。これが一番よ。私を押し上げて。了解。ありがとう。オッケーか。よし。上がりましょう。ええ、今のところ敵の姿はないわ。他の入り口は？ここからは無理。実にアイデア豊富ね。よし、入ったぞ。ああ、やべ。嫌な感じね。ああ、発電機がやられた。手を貸して。もう少し。ネイト、逃げて。ダメだ。電力を回復させるしかない。大丈夫か？ええ、本でも持ってくればよかった。どうやらブレーカーは屋上にあるらしい。待っててくれ、上へ行ってくる。ああ、最高だ。停電で彼女は出られない。その角を曲がってゾンビがいたらもう耐えられない。
私がいること忘れてるんじゃない？見つけた。ありがたいわ。もうすぐ着く、来い。よし、上がれ。あら、あなたちょっとこれが気に入りすぎてるんじゃない？おい、これ見ろ。本当に？乗れよ。間違いないやつか？乗らしくない。 OK、 こっちだ。で、またも登るのね。ああ、大抵こういう羽目になる。はい、着いたけど。あとは人員を見つけるだけだ。口で言うのは簡単だけどね。確かにおっしゃる通り。いっそのこと、あ、あった。あそこだ。あの寺院？間違いない。爆破されまくった場所にポツンと残ってるあれ。超ラッキー。あそこはラザレビッチが陣取ってる場所よ。あんなところに飛び込めないでしょ。他に手がなきゃ仕方ないだろ。ドレイクが第18セクターにいる。ああ、くそ。第18セクターってやっぱここ？くまなく探せ。見つけて始末しろ。まったくめんどくさいやつ。行こう、逃げよう。ほら、ナイト、行きましょう。ちょっと、どうやって向こうへ行けばいいのよ。まさか、気をつけてよ。おいおい、来たぞ。よし、捕まえたわ。手を貸して。お前は行け。すぐ後ろについてる。行け。絶好調だ。
あいつら一体何してる。まずい状況ね。あーくそ、おい崩れるぞ。ちょっと嘘でしょ。下敷きだ。こっちで来い。オフシーズンだから泊まれるみたいね。はあ、来い。確かいいね。そうよ、抵抗勢力が屋根を渡るために作ったのよね。ああラッキーだ。
おい、あのワイヤーあれで降りるんだぞ。行け行け。分かった分かった。今のは痛い。ああ。他に降りる道を探すわ。よし。してるのよこんなとこで。やめて。まさかこいつ知り合い？一応彼がドレーク。ああごめん。それでどんな魂胆でここに来てるわけ？寺院の賽銭泥棒、それか博物館襲撃。俺も会えて嬉しい。じゃあお前は世界を救うためにここに来たってか？私たちは逃げた戦争犯罪人の取材よ。ゾラン・ラザレビッチ知ってる？NATO の仕事だろ。彼は爆撃で死んだ。一般的にはそう思われているけど。お前は生きてるってスクープするわけだ。ネイト、ラザレビッチは残忍なの。拷問に虐待、彼らは集団で処刑もする。ここに来てまた何か企んでる。でもなぜここなの？どうして町を破壊するの？全然意味がわからない。いや、嘘。何？お願い、俺は関係ないって言って。何を言ってる。ここにいたの。奴らやっと巻いたわ。ああ大丈夫だ。クロエ、彼らはジャーナリスト。先を急ぎましょう。ラザレビッチより一足早く見つけたければ。やっぱりネイト。おい待て待て、勝手に早がてするなよエレナ。あらあら失礼しました。前からのお知り合いなのね。エレナフィッシャーよ。前からの知り合い。面白い。おい何で笑ってるんだ。まさかあんな真面目でいい子そうな子が好みだったとはね。あいつは見た目よりずっとタフな女だよ。あーってなんだ。あの子に振られちゃったの。違うよ。当たりでしょ。俺の方が振ったかもしれないだろ。あらあら、そうね、色男さん。もう行きましょう。ちょっと待て、あいつらも連れて行く。それ本気？本気だ。こんな危険なところに置き去りにできない。足手まといになるだけよ。もしラザルビッチに私たちが一緒だってバレてしまう。あいつら置いてはいけない。いつもいつもヒーローぶらなくたっていいのよ。ネイト、誰がパートナーなのか忘れないで。分かってるよ。でもやっぱり連れてく。助けならいらないわよ。よかった。本当に助けはいらない。逃げて。